ということで読書終わりましたけど、はい、いかがでしたか。めっちゃ楽しかったです。なんか緊張して全然なんか出てこなかったですね、言葉が。なるほど、はい、今はどう、まだ緊張してます。さっきよりはそんなに緊張してないと思います。なるほど、はい。なんか会話できてたかなみたいな。確かにもうそれだけ、はい、なんかね、本当いつも会話が成り立たないので、ちょっと何の話してたっけみたいな。なんか脱線しすぎて、はい、もうあれってスイッチした感じがないみたいな感じですか。なるほど。なんか変わったことも言ってましたけどね、今日お腹の中の記憶があるとか。はい、私生まれる前の記憶あるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちょっとなんかあっちで行ったらちょっと頭おかしいやつみたいな思われたらちょっと怖いなと思って言わなかった。はい、言わなかったんですけど。でちょっと内緒で教えてください。 YouTube 限定で。じゃあ内緒で、はい、沖縄でずっと住んでた家があるんですけど、はい、その左側に、はい、なんかローソン、あそこローソン、ローソンがあって、ローソンの上にでっかい雲があって、その雲の上に白い赤ちゃんがいっぱいいるんですけど、それでなんか女の神様がなんかリストを持ってて、その赤ちゃん集団から4人ぐらいちょっと前に出されて、なんかあなたたちは今からあそこに住みますって、沖縄でずっと住んでた家を指されて、で何もないところからなんか扉が開いたみたいに男の神様が出てきて、で男の神様の後ろには2体の天使がいて、で男の神様が女の神様に何か告げて、そっからは記憶ないんですけど、お腹の中の記憶はあります。それは生まれる前、完全に生まれる前じゃないですかね。空の上でした。はい、空の上。あ、空の上の記憶は。こっちはあんまり、そんな、こっちの方の方が、明細に、迷彩？迷彩？鮮明。間違っちゃった。鮮明に覚えてるんですけど、はい。ちょっとあんまり聞いたことない話だったんですけど。あんま言ってないです。レアです。もう周りの人にめっちゃ言ってるんですけど。あ、そうなんですか。はい、どういう反応されますか。中学校の時とかなんか信じてもらえなかったくない。いや夢の話とかしたらそれ夢でしょみたいな。夢の話だから。夢の話を信じてもらえなかった中学校の時は。え、夢の話じゃん、それ。だからあの夢の話は予知夢の話ってこと。え、夢の見た夢の話を言ったら全然、ああの話変わっちゃいました。あ、全然いいっすよ。あのですよね、もうこういうのが分かんないですよ。自分も夢の話とかは夢も、はい、変わった夢見るんですか。その、 あの神様どうのこうのっていうのは夢じゃないですもんね。あ、これは夢じゃないんですけど、はい、なんか中学校の時にある時期に、はい、もうめちゃくちゃ毎回同じ夢見ることだったんですよ。あ、そうなんですか。なんかボビーってわかります。ボビーボビーオロゴスですか。はい、はい、ボビーがいっぱい出てきて、でなんかボビーに噛まれたら吸血鬼じゃないんですけど、なんか吸血鬼の元みたいな、ドラキュラみたいな、あのバンパイアってなんですか。普通にあの日本じゃないんですけど、あの現実に存在するあの黒のあのコウモリ、うん、コウモリがになってしまうみたいなっていう夢を見てて、はい、ボビーオロゴンに噛まれるとコウモリになるんで、はい、はい、夢、はい、それをなんかずっと見る時期があったんですよ。それを友達に言ったら全然信じてもらえないっていう話だったんですけど。あ、信じてもらえない、はい、くだらないとかじゃなくて。嘘どうのこうのじゃないですもんね、はい、夢見たっていう話ですもんね、はいはい、本当に見たんですけど。ちなみになんか夢は見るんですか。夢めっちゃ見ますね。なんかもう、うん、なんか宿舎とかでも夢見たら、うんうん、同じ部屋の先輩とか、はい、あの同期とかにも言うんですけど、はい、今覚えてるのはなんか幻想的なやつは結構覚えてます。あ、確かに。なんかもう、え、何これ、なんかその地球に存在しないものみたいな感じですかね。地球に存在しないもの、機械みたいな太陽が間近でギラギラしてるみたいな、はい、え、自分も妖精じゃない、見た
見た、同じ夢を見た。ギラギラ、ギラギラ。なにこれみたいな。自分養成所で、なんか小学校かは中学校かわかんないんですけどの舞台で真っ暗な中でもうギラギラな、なんか太陽の太陽をイメージしたなんか顔みたいなギラギラしたのがうわーってもう本当に眩しいぐらいの、すいませんけどもうギラギラしたのがなんか本当夢の中でも眩しいぐらいの、はい、で養成所の時その夢見たんですよ、はい、でけど今考えると多分ライトじゃないかな、教官がこうやって照らすじゃん、ベッドの一人一人寝てるかどうか、あれじゃんって思った。あ、確認しに来るのがちょっと怖かったみたいな、はい、いや、多分顔あれ当てられたんじゃないですか、当てられで眩しいみたいなが夢に連動したみたいな、はいはい、でも自分、養成所じゃない、それ。あ、そうなんだ、うん、だから自分、流れ星の夢めっちゃ見ます。流れ星の夢、はい、なんか空に、やばい、みんな見て、やばい、流れ星